さて、これで磨いてみます。ワンステップ、ルミ、汚ねえな、汚い。しかないウエスがちょっとつけて、ね、くすんでる。あ、すごい伸びるな。そういえば軽くそんな力入れないでやってみて、これでちょっと拭き取ってみるか。これ乾かすんだっけな。ちょっと乾かないとなんか拭き取りに、まあ、少し乾かすのかな。これ塗って、あ、でもなんか磨きやすいかも。すごい伸びる。買ってくれた人だいぶなんか結構評判だったから、やっと俺も自分で試せる。基本磨かないからな俺は。あ、でもやっぱ伸びがいいね。これ豆にやってる人だったらすごいいいんだろうな。ちょっと続きになったつけると多分飛んじゃうよね。動くかな。うん、片手だからやられて、もうこれちょっと軽くやってみる。ちなみになんかブルーマジックとかでやると焼けちゃうらしいんですよね、こういうの。こういう電動でやると。でこれは電動でやっても大丈夫的な。すげえ綺麗なんじゃんこれ。これ電動やった方がいいかも。全然今全然力入れないでちょっとやっただけで、ちょっと待って、これ片手じゃ無理だな。どうしよう、どうする。うわ、これを置く、寄せる、見えるか。これでいいか。
行ってみて。何が正解？あ、やばい、濡れてる。やっぱこれ濡れてるとダメでしょ。いや待ってよ、これすげえ綺麗になるじゃん。なんかさ、綺麗なやつが欲しい。ああ、綺麗なウイスがない。準備しとけよって話だけど。OK、やってみて。すごいな、これ。ちなみにこれ磨いてないからね、俺一回も。あ、嘘ついた。磨いたわ。ちょっと一回ね、ブルーマジックやってみたんだけど、最初のさ、この筋っていうの、これ一回剥がさないとダメかもしれない。いやでもこれ、ちなみにブルーマジック。ブルーマジックもあるんです。多分ね、なんかブルーマジックよりはこの小さい傷が消える気がするっていうか、まあこっちはもう電動やったからあれなんだけど、なんかでも違う伸びがいいのかな、なんかこっち引っかかるんだよな、わかんない。でもこっちの方がいいのかな。なんか伸びがいい気がする。であとね、この最初からのこの小傷みたいのがね、取れないよね。ちゃんと磨かないと。なんつうか、ちょっと薄い線みたいのが、なんかこっちの方が光る気がする。こっち結構ね、ブルーマジックで、この辺ね、電動もやって、結構やったんだよね。やって、一回汚れて、ちょっと軽く洗って、もう一回やったんだけど。こっちの方がいいかもな。しかも1リットル入ってるから。ホワイトダイヤモンドがこの半分の量ぐらいで3000円ぐらい。
3000円、半分も入ってないか、300、それで3000円ぐらいするから、これ1リットルで、じゃあ最初はね、20本輸入して、1本1万円ぐらいになっちゃったんだけど、でもそれでも買ってくれた人がやっぱ、いいって言ってくれたから、多分次に、まあ4ヶ月後ぐらいにちょうどそこの会社とコラボさせてもらうことになって、それがね、7000円ぐらいでいけるかな、1本。7000円か、まあ6000円台いければいいなっていう感じは、あんま高く売りたくないから。高いと買わないっしょ、大体。俺だったら買わないもん。でもね、7000円だとしても半分、倍以上入ってるから、ホワイトダイヤモンドとあんまコスパ的に変わらない気がするんだよね。であとなんかこれのね、今このこれはなんかちょっと荒磨きみたいな、荒磨きでもないか、これよりさらになんか青いやつで、それはねなんかコーティングが入ってて、さらにアルミホイル、熱にも強いアルミホイルにコーティング、ワックスみたいなのかけれるやつ、それ多分どっか売ってんのかな、売ってないんじゃないかな、俺それが一番ね期待しちゃってるんだけど、なんかボルボの、ボルボになんかついてくるアルミでしたっけ、あれなんか磨かなくていいやつあるじゃないですか、最初からコーティングがかかってるやつ、あれみたいになるのを期待してるんだけど、あれみたいになればね、一回磨いてなんか水洗いだけで、特にさこのクオンってさ、まあ、俺がいけないんだけど、この分かる、この鉄粉、ディスクブレーキになって鉄粉がさすごいんですよ。これ俺がいけないんだけど、全然やってないから、まあ手遅れ。でもこのルミのなんかセットがあるんですよ。粗磨きからもうなんかサビサビの、サビサビでなんだっけ、サビサビのくすみまくりの、本当5年も6年もどっか外に放置しといたんじゃないかみたいな、アルミがビカビカになるみたいな、一から磨き直しますみたいな、そのセットがね、セットでも1万5000円ぐらいかな、それがあればもうこれ全部ピカピカになるんじゃないかっていう、結構あれね、ディスクはの鉄粉はなんだっけ、電動のなんかドリルの先っちょにつけてやるやつで、なんか磨いたりハイトレールやったり、ハイトレールをキッチンペーパーに染み込ませて1時間ぐらい放置して乾かないように、乾くと白くなっちゃうから、それでも落ちなかったもんな。ヤスリがけするしかないのかなって思う。ヤスリがけでもね、もうかなりザラザラだから、これなんか乾かないからダメだから、ちょっとこれ乾かしてみようか、少し乾かして、ブルーマジックの方やっぱこっちの方がなんかずっとなんかしっとりしてる、これでほら乾かないのかな、だから多分伸びて、これがもう拭き取れるぐらいこうさ、こうやればほら、うわ超綺麗じゃん、何これ、めちゃめちゃ綺麗だよこれ、ほらこれやばくない、ちょっとさやっぱこのなんつうの、もともとのさこの傷なのかな、このアルミのさ、なんつうの、それがまだやっぱ残ってるけど、でもさこの純正のこれ、俺磨いて
タンク一回あのクレームでこれ新しいの交換して、そこから磨いてないんですよ。この状態からこの状態ね、ちょっと汚いけど、これ結構すごいんじゃない。すごいいいかも。だってブルーマジックでさとか言って、ブルーマジックもいいんだけど、ね、なんだかんださいろんななんとか磨くとかなんとかアルミなんちゃらとかさ、なんか結構いろんな人からもらってさ、いろいろ試したんだけど、まあ、最終的にはブルーマジックとかコスパ的にいいんじゃないのみたいな。あとハイトレールね、でアルミなんかハイトレールちょっとジャジャジャってかけて、ジャカ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 って洗って、でブルーマジックジャカ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 ってやれば結構光るから。しかもブルーマジックはなんかコーティング入ってんだっけ、弾くしね。マジックバージョン、やっぱ、まあ、ちょっとやっぱ磨けてるんだけど、これにちょっとさ、ウエス準備しとくべきだったな。これいつもこの動画撮ろうと思ってる時に、あ今日撮るかと思った時、大体準備してないんだよね。ちょっとでいいか、ちょっとしかつけてない。あ、やっぱこっちの方がね伸びる、すごい。伸びるけど。あ、ウエスマジ持ってくれよかった。この白いやつルミの方ね、これはい、こっち50回、だいたい50回。でブルーマジックバージョン、両方同じぐらい。これでちょっとこう拭いてみる。ブルーマジックバージョン。あ、やっぱさ、こっちまで白いもん。分からないから。分かる。綺麗なんだけど、これも綺麗なんだよ十分。でもこっち。全然違くないこれ。あのね、違うんだよ。キランってしてる。こっちも綺麗。でもちょっとね、白い。こっちはね、ちょっと白い。綺麗なんだけど白い。こっちはね、わかるかなこれ。わかるこれ。え、これわかる、わかんないかな。こっちね、キランってなってんの。ステンレスみたいな、ちょっと違うかな、なんて言えばいいの、アルミのビカビカ、なんかね、メッキっていうの、メッキの輝きっていうのかな、こっちね、ちょっとくすんでんの、なんか白曇ってる。でこっちがね、なんかキカーンって感じ、ピカーンキカーンみたいな、わかんないね、これわかんないけど、これ見ればね、わかる。これマジちょっと
使えばね、やっぱなんかすごいいいっていうのがわかる。磨くのが楽しくなるかも。なんかメッキみたいだもん。メッキの輝きっていうと、まあいい風に捉える人と悪い風に捉える人がいるかもしれないけど、こんなまだ伸びるからもうすごい。ほら、え、すげえ綺麗になるこれ。これちょっとさ置いといた方がいいかも。なんか化学物質みたいな入ってるから。化学反応。化学反応。こう適当に言うとさ、何も知らないくせに。そう、私はね、何も知らないんですよ。アルミ磨きとかね、こんな動画に撮れる分際じゃないんです。綺麗にしないからこれ。いやでもすごいなこれ。あのさ、さっきはしつこいかもしれないけど、伸びるんだよこれ。ほら伸びるの。だから拭き取りがめんどくさいっちゃめんどくさいかもしれないけど、でこうまめにさ、この綺麗な人はほんとちょっとつけてさーって伸ばして、で綺麗なウイスクイ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 ってやればキラリーンってなるかもしれない。これさ、電動であったら多分すごいことになるよ、多分。このブルーマジック。わかるかな、ちょっと。曇ってんだよね。こっち下行くと、ほら、全然違うじゃん。わかる？この距離、ほら。結構はっきり映ってるでしょ。ブルーマジック、ほらやっぱちょっと曇ってる。下行くとほらギギーンって、ここでわかる。曇ってるから、でこっちでででカキーン、ほら。ということで、ちょこれまだね、今1万円ぐらいなんだけど、もう原価が1万円だから、あの1万500円に送料で、まあ欲しい人はあるんで、販売してないんで、あのインスタとかさ、TikTok とかで来た人にしか今販売してないんで、で4ヶ月、5ヶ月ぐらい待ってくれれば、あのこれと青いやつとワックスと、そう、あのフルセットみたいなやつとかは入荷する。そうすればこれが多分6000か7000円ぐらい。で、この、さらにコーティングのちょっとちっちゃいんだけど、250ミリかな。それが3、4000円かな。で、全部セットのやつが1万5000円か、1万6000円か。で、ワックスも多分3000円か4000円ぐらいでいけると思うんだけど。これヨーロッパとさ、アメリカとか、もう知らない人いないからね、なんか知らないけど。そう、日本でもさ、いろんなお客さんから、これ気になるんだけど、どうにか手に入んないですかみたいな。個人だとね、売ってくん、輸入できないんだよね、これ。危険品もなんかちょっと入ってるし。だからね、なんとか、なんか許可取んのにね、時間かかったり。大変なんですよ。とりあえずちょっとこの後 YouTube の撮影があるんで、ご飯食べて、本当は全部磨きたかったんだけどな。こういうさ、わかる？これ落ちないじゃん。洗ったんだけど、これちょっとやってみようかな。
あ、こういう風になっちゃうよね、やっぱね。いっぱいいらないな。だから結構持つね、多分。俺の場合。まめに磨く人は持たない。あ、でもすごい伸びがいい、やっぱ。全然違う。伸びがいいし、この磨いてるそばから、ま、黒くはなるんだけど、なんかキラリーンってなっていくのがわかる。石、飛び石とかも傷ついちゃってる。俺磨いてないからな、これ。だからそんな、こんな簡単に綺麗になんないかもしれない。これ拭いてみる。取れるかも、これが。これが、このなんか、鉄粉みたいな。これ、洗ってからやんなきゃダメだね。当たり前だけど、傷ついちゃうから。あ、でもすごい。なんかさ、違うんだよな。なんて言えばいいの？使ってみた人しかわからない。って言ってたのがわかる。お客さんで使った人にしかわからないですね、これはみたいな。この良さはみたいな。こういうことだな。なんかね、すごい伸びてしっとりっていうか、しっとりでもないんだよ、水っぽいんだけど、こう滑るんだよね結構。でなんかさ、メッキということで、いや結構いいかもしれない。ちょっとまた今度レビューします。ブルーマジックもね、やっぱいいけど、さっきは同じことしか言ってないから。ここびっくりしたね、これ。ちょっとやっぱりこのちょっとクソ逃げ味だろうな。全然全然ここだと、ほら全然違う、全然違う。ということで、ルミのこれ電動でやったらね、やばい。多分電動のこれ持ってる人、スポンジ、まあ、そのセットも来るんだけど、TikTok とか YouTube でもちょっと上げてるけど、分かる、こういうギンギラギンになってるさ、外国の写真、あんなの外国の写真だからなぁなんて思って、ちょっとさ、やっぱ信用できないのがあったけど、あれなるね、これ、多分。やっちゃいますか、これ。時間あるとき。ということで、ちょっと、ありがとうございました。一応、なんかレビュー動画っていう感じで。疲れた。ちょっとご飯食べ行こう。腹が減っては、戦はできぬってやつで。じゃあ、ありがとうございました。またなんか、やってほしいことあったら、時間があればっていうかやるんで。全然レビュー動画でした。お疲れ様です。